ってた元ユーザーとして言わせてもらう。マジで悪くなった。どうしたって感じ。マジで、と、時代は終わった。昔のミットは良かった。ちょっとなんか昔に比べたら質が落ちたなっていうイメージもあります。その使ってた時よりも今のグローブの方がいいからそう言ってる。はいどうもこんにちは、クレイジーピーでーす。今日の動画なんですが、僕がキャッチャーミットを本気でいいものを選ぶという企画です。実際ね、お店とか行ってちょっと比較したかったんですけど、なんせお店のいいキャッチャーミットを僕買っちゃいましたので、あくまでも個人的意見なので、僕が言うキャッチャーミットを持ってる方は不快に思ったら申し訳ございません。ただ個人的な意見なので、個人的な意見だと聞いてもらえればと思います。では早速いきましょう。せーの、お願いします。まずいいキャッチャーミットの定義とは難しいですよね。今僕レギュラーで一軍で使ってるキャッチャーミットがこれ IP セレクト、これ4年前ぐらいなんですけど、ダイワスポーツに行って新品で買ったプロパのキャッチャーミット、これを一軍で選んだ理由は、このキャッチャーミットの方から僕の手に吸い付いてきた。一目惚れで即購入。そして僕の場合は街が薄いキャッチャーミットが好きなんですね。そういった動画もね、前撮ってるので、そちらの方をご覧いただければと思うんですが、オーバーホール出した時に深みを出してもらったのでちょっとあるんですが、当初はもっと浅かったです。もう板みたいなグローブやった。まあ第一条件としては、街が薄くて手に吸い付いてきたグローブ。これが僕の中でいいグローブだと、いいキャッチャーミットだと思います。もちろん、プラス付随して、革であったり、納期の速さ、オーダーした時にオーダーでの仕上がり具合とか重なっていくんですけど、まず僕の中で今ないなと思うキャッチャーミット、畠山。嘘と思ってる方おられると思います。今でこそ甲斐選手がおってね、ちょっと浅いミットも出てきましたけど、もともとちょっと深めで、昔のミットは良かったんですよ。街が薄かったりとか、いいキャッチャーミットだなと思ったこともあったんですが、今ちょっとね、あまり良くないですね。良くないというか、他のキャッチャーミットが良くなってきてるっていうのもあるんですけど、そこまで魅力を感じなくなりました。まず、納期がちょっとかかる分とか、あまり置いてない分とかね、あるし、キャッチャーミットの座は安泰と思ってたんでしょうか。まあ思ってないんでしょうけど、ちょっとなんか昔に比べたら質が落ちたなっていうイメージもあります。新しいミットがどんじゃんじゃんじゃん出てきてね、そこに追いつけてない感があるんですよね。それを言うと、Z も一緒。Z と畠山って言うと、キャッチャーミットの二大巨頭をやったんですけど、この辺が今ぐらつき始めてる。僕のイメージでは。もちろん、プロ野球選手は畠山 Z って使ってるんですけど、アマチュア界の中ではこの二大巨頭が揺れ動いてる時代になってますよね。それに出てきたのが、花芽ミット。知る人ぞ知る和牛 JB のキャッチャーミット。高校生とか本気で野球してる人ら、実業団であったり、大学の野球部であったり、毎日練習するよっていう方に関しては、僕はこの花芽ミットがおすすめだと思います。固めに作られてますし、丈夫な印象。で、ジュテルレザー社製の革を使ってるので、ハンナーさんが日本製っていうのも大きいですよね。はい。音も結構出ます。バッティングセンターで受けてきたんですけど、その感覚ではいい感じの音もなります。育てるのに時間がかかるっていうのもありますけど、もうずっと使う人にはおすすめ。で、プラスアルファ朗報として、11月から新しい形ですね。アクティブンとコラボした、ちょっとマッチが太くて包み込めるようなキャッチャーミットが出るということなので、どちらか選んで使ってもらったらいいと思います。王道が好きだっていう方には、まあ水のプロ。まあやっぱり何やかんや言って安定した品質は保ってます。かつて間違いはないと思います。人と違ったオリジナリティでさらにいいグローブを、一つ上級のグローブをってなると和牛 JB のキャッチャーミットっていうことで、学生界最強はマジで要やってる。あの玉沢とかね、結構硬いグローブあるんですけど、それよりも多分硬い。僕言います、畠山も Z も玉沢も使ったことあるんやけど、
使ってた時よりも今のグローブの方がいいからそう言ってる。やっぱ Z の方が良かったなと思ったら Z 使い続けるから、納期がかかってきたりとか質が落ちたっていうのも一個の原因、メーカーとしてどうなんかっていうところもあるしね。草野球とで使うキャッチャーミットで僕が最強だと思うもの、今現時点で最強は和牛 JB。 公式用だけど軽いし、ただ一つ欠点を言うとしたら公式用しかないので値段は張るけど、これ僕革に惚れ込んでいるっていうのが僕あるかもしれんけど、音取りやすさしっくりきさ言うと今は和牛 JB が俺一番好き。もちろん和牛 JB の方学生とか使ってもらっても大丈夫ですよ、もちろんおすすめです。プロパやって1色とかありますし、ただ和牛 JB の場合宮崎和牛でちょっと軽いし馴染むんで、高校3年間使えるかって言ったら疑問符になってくるので、その学生野球とか本気の人は要ミット、草野球で長いこと、まあ毎日はないけど毎週とか使うなら和牛 JB おすすめします。まず、おすすめしたいグローブその1、はい、IP セレクトのキャッチャーミットは比較的に呼吸面にシワができにくく、かなりいいミットが多い印象、店に行っても外れが少ない印象があります。今手元にないけど久保田スラッガーのキャッチャーミットが僕好きです。薄くてコンパクトでいいキャッチャーミットだなっていう、キャッチャーミットはね久保田は僕好きだったんですよね、もともと。あと D-by-M のキャッチャーミットもいいかな、一回触ったことあるんですけどすごい良かった、欲しいですよね僕が欲しいと思うぐらい良かった。僕の知らないメーカーもまだまだたくさんあるので、その中からまたいいのが出てきたら紹介しようと思います。はい、こんなところで最強のグローブ、これ結構本気で選んだんですよね、うん、マジで Z と畠山の時代は終わった、ここだけは強く言う、うん、別に畠山とか Z 使ってる人をディスるわけじゃないけど、使ってた元ユーザーとして言わせてもらう、マジで悪くなった、どうしたって感じ、もっと燃えてこいって感じですね。はい、以上で今日の動画終わりたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。よかったなと思う方はグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではいつまで行きましょう、せーの、あざした。